はい、バーテンダー菰田です。本日もよろしくお願いします。今回はね、前回のステアのやり方、バースプーンの回し方の動画上げさせてもらったんですけども、引き続いてステアのやり方はね、概要欄にリンク貼っておくんで、そちら見ていただければと思います。今回はね、実際にカクテルを作ってみたいと思いますんで、では行ってみましょう。ではね、タンブラー用意しております。うちのお店ではこういった感じで、こうちょっとね、水をかけて、はい、ちょっとね、最初氷がね、霜が溶けやすいので、こういった感じで軽くステアして、で氷の霜を、グラスを冷やしながら氷の霜を取ってやります。でこちらね、これ氷をのこの水を切って、でここからスタートするんですけど、お店では。だけどまあ実際ね、それでバーとかだとこういった感じで切った氷、包丁でね切った氷使うんですけど、実際家ではこんなのなかなかできないと思うので、まあ、こういった感じでね、製氷機で作った氷でもいいですし、スーパーで売ってるようなカチアリ氷でもいいです。家でなかなかこれはちょっと再現しにくいと思うので、できる方はこっちの方がよりいいです。はい、では有名なカクテルでね、カルアミルクっていうのをね、家でも作ったりすると思います。そちら作っていきましょう。まずはね、このカルアね、コーヒーリキュール、こちらの牛乳割りです。要はカフェオレのような味ですね。これはだいたい1オンス、まあこれぐらいですかね。でここをちょっと吹き上げてやるとよりいいですね。糖度があるのでこう固まってしまうんでね。でこうボトルはこう前に向ける感じで、はい、あ、ボトルの開け方やってなかったね。こういう感じでこうね、注いで拭いて、でこう閉める時もこう閉めてこう置くと、はい、のが綺麗ですね。で続きまして牛乳ですね。牛乳を入れてやります。はい、でこちらをステアしていきます。まあ、こういった感じでね、水は切って、この背中をこう合わせて、まあ、まずはこの底まで行って、でこの糖分があるんで結構底に沈むんですよ、このリキュールって。なので最初ね、ちょっとねこうやって上にかき上げてやると、それでこう混ぜるとね、スムーズに混ざると思います。で揚げるときはこのまま揚げるとね、氷が出てくるかもしれないんで、こうやってなんかちょっとこう沿わせながらこうやるとうまく切ってできるという感じですね。はい、こういった感じでいかがでしょうか。はい、実際今回はね、こういった感じでミルク割りだったので、こういう混ぜ方したんですけど、ハイボールとかね、炭酸の時はまた混ぜ方が違うんです。それはね、また次の動画でいきたいと思います。というわけで今回の動画は以上で締めさせていただきます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。本日もありがとうございました。